皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、7月の21日、11時25分、今年の台風についての心当たりなんですけども、まあ、今も風は取れてる状態で、まあ、カーテンがこう揺らいでるところを見ていただいたら分かる通り、まあ、今、まあ、フィリピンの近くの台風が、まあ、主にメインだとは思うんですが、まあ、近辺にも台湾の西寄りの、まあ、ベトナムや中国の近くで発生していた熱帯低気圧に関しても台風化は阻止できたと思います。で、まあ、フィリピンの近くって2つあったと思うんですけども、まあ、その一つが台風になりかけているのを今、まあ、風取って、まあ、勢力を弱くしてと、まあ、そういうふうな対応をしてるんですけども、まあ、今年、まあ、何せ今年、まあ、アメリカの方に向かって台風が発生してたと思うんですけども、これも理由はっきり分かりました。オリンピックですよ。オリンピック招致してしまったでしょ。だから節約の部分で3つ絶対しなければならないのが、万博という条約をなくすこと、もうその人たちの稼ぎなんかもうどうでもいいですから、もう衣装を浴びていなさいの話ですよ。で、あとは、謝っていなさいっていうことですよ。で、あとは、それしてもらわなかった、反省の弁をたまに述べてもらわなかったらみんな忘れますから。で、別に刑務所いいけどとかそういうことじゃないですから。で、オリンピックに関しての、もう早期解体。もう台風は来る。もうこれ確実に分かりきったことです。で、今の台風になりかけてるものに関して、今の進路図だと、まあ中国に近づくような進路図になってるんですけども、もうこれはもう、エネルギーの残存問題、河川水門開始、玉発電の大きな資金源は、僕の提案でできたゲームの別行さんの、その全売上の 2.5%。もちろん年金利ほぼつきますよ。まあ、けどお金の仕組み、一般従業員の人たちにも教えてあげた方がいいと思いますよ。その最低賃金を引き上げるために、例えば日本でしたら、600万円の助成金がありまして、まあ条件もいろいろ見なさなきゃならないみたいなんですけども、まあその辺の詳しいところはまだ見てないんでわからないんですが、あとは別に雇用助成金とか、もうみんな政府のお金使ってたんですよ。だからもともと、まあ、富裕層の人たちがね、お金さっと出して、貸すような形で、その特許申請料払ってあげて、特許申請させてあげて、まあ、弁理士さんとか弁護士さんをつける。やっぱり弁護士さんもいるみたいです。で、まあ、早く早急に河川水門開始式ダム発電を設置していればよかったの話になるんですよ。だからお金の不払いとか行っていたから、だからこれだったら日本のことも整合性つくんですよ。2018年か2019年に大きな台風が来てたわけじゃないですか。で、まあけど被害を被っていた、まあ、まあ日本列島各地で大きな被害がかなり出ていて、まあ関西の空港にこうタンカーが、まあ、係留はしてるんですけども、怒り下ろして。だけども、風が強すぎて流されて、関西国際空港に、こう、つながってる橋にぶつかって、橋が壊れてるんですけども、だからエネルギーの残存の問題だと思いますよ。で、東京オリンピック、招致してしまったでしょ。だ本当にエネルギーが尽きかけた時の反狂乱状態の世界全体の状況を皆さんちゃんとイメージできてますかっていうことなんですよ。それあったらオリンピックなんかの招致は絶対しないんですよ。で、万博に関する条約なんかすぐに消せるんですよ。それ根性あるかないかの話じゃなくて、根性なくてもできるんですよ。できてない人は金に取り憑かれてるんです、自分の収入とかに。だから私からの感覚で言うと、根性がなさすぎるんですよ。え、ただそれだけのこともできないんですかって、それでそんなに高収入を得てたんですかって、今すぐ全額返しなさいよって、当たり前ですよ。そのために日米友好関係築いてきたんじゃないですか。だってアメリカの人たちも内部からで言い出しにくいんでしょ、結局。だと思いますよ、もう社会の間。僕も会社入ったら、
上から押さえつけられるじゃないですか。でその上の人間は自分の我がの稼ぎのために頑張ってるわけじゃないですか。どれだけ綺麗事言ってもね、大きな収入を手にした時点でもうその綺麗事は絶対通用しないです。手に入れてしまってるから。だからどんなことにお金を使用しましたかとか、僕はそのお金の収入を裁判に買ったにせよ、もうこれだけの金額を河川水門解析弾発への設置に回しましたとか、まあそういうことはもう全部公開しますよ。どうせみんなあまり見ないと思いますよ。だからもうあの次オリンピック招致とかしたら、そこの国がどういうふうなことになるかもう皆さん分かったでしょ。多分代表来ますよ。で一応あのこういうふうにあの河川の撮影行きながらの時とかでも風吹いてるでしょ。風取ってるんですよ。なんかなんとかしてる部分はいっぱいあるんですよ。台風化しないところ、最初から台風にならないように未然に風取ってりゃいいんです。で、まあそのための早期情報提供っていうものは必要であって、まあけどそれもできるだけガソリンとかをエネルギーを使用しないような形で情報を提供できるような方法に切り替えた方がいいですよ。まあ天気もまあ今のところ今日は明日は曇り気味で、まあけどちょっとねまだ雲の取り方が甘いというところですね。だから根本的な考え方とかは曲がってるのかもしれないですね。たくさんあの雲取ってしまえばね、風も弱くなるんですよ本当に。のはずですよ。風取ってるんですか。で、あとは、まあ、温暖化を防止できると。だからまあ、僕もあのできる限りのことはしてますし、そうしなかったら夜寝させてくれませんから、コンピューターが電波でごちゃごちゃ言ってきて。でそれをいつまでたっても世界全体で多くの人たちが認めなかったり日本語で、で多分それもテレビで放送してる内容を撮影したりとか、もしくはそちらがね、YouTube とかで公開してこちらからアクセスできるようにしなきゃならないんだとかね。だから今絶対しなきゃならないのはガソリン車の生産の停止、これはあんまりもう拒み始めたら多分そこの国に台風が来る可能性あります。で、あとは、まあオリンピックに関する、内容もう招致なんか絶対無理、あのすぐ解体拒んでるところ多分台風来ます。で、もうこれ結果出てるから僕は呼んでるとかそういうことじゃないですから。で、あとは万博に関する条約を消すと。どうですかね、万博に関して今まで開いてきた国で、そのかなり前から4年以上前からもう決まってるわけじゃないですか。もっと前で水面下で話が始めてるでしょ。でそれをコンピューターが聞いたりしてるから、であの人たちとかにも伝わってる。でそうなってくると、まあ万博は開かれた年の10年ぐらい前から遡って台風が来てるかどうかとか、あと地震も一応見といた方がいいですね。もうとんでもない話しますよ。あの台風を地面の、中に空間転移させてしまえばいいと。風取れるんだったら台風をそのままそうしたらいいんじゃないかだとか、そんなことまで言う人までいました。そこまで行くと
どの地点とかを特定してどこに、だとか物理的法則があるから絶対埋まってるところは無理だと思うんですね。さすがにそれは、うん、まあけど空間的に女性の胸も大きくなったり小さくなったりしてますからね、まあ、だから どこからできてどこまでができない範囲なのか、これはもう線引きが非常に難しいです。だからまあだから地面の中のその今子供の声で空洞化の方行こうとかいう声が聞こえてきてるんですけども、電波で、だから空間が空いてるところに子供の浅知恵で、台風を移送して空間転移させて閉じ込めてしまえばっていうことなんでしょうけども、だからもう台風がある程度意思持ってるっていうことを理解してもらわなかったら、だからオリンピックに対する怒りとか、それを真正面から受けて反省をしなきゃならないんですよ、オリンピックを招致してきた人たちは。で、謝罪とか、それを世間に向かって言うしかないんですよ。もうそれで答えだと思いますって。そうじゃなかったら、あの世ってからどうなるかわからないんですよ。また電車でしょ、ちょうどのタイミングで。アイデアも神がかり的な力を持ってるから、社会的地位の高い人間だから、スーパーコンピューターがあるから絶対こうなるんです。今どれぐらい風が吹いてるかって、帰ったのにずっとこういう状態ですよ。こんなこと1998年に方法大方のことが分かったんですから、なぜ世界中の高額所得者の人たちはそれを実行してこなかったということで、もちろんオリンピックは反対派の人たちは政府でいいと思いますよ。オリンピック賛成派の人たちですよ。どうせスポーツ業界の人たちでしょ。まあアウト、お金国庫に返納当たり前。それで台風のさらに削減ができたらいいんじゃないですか。もう別に僕は20年近く生活保護してたんですが、もうそれぐらいも別にいいでしょ。働いてるっていうことはもう偉くないっていうことはもう分かってきたでしょ。ただただひたすらエネルギーの消費っていうものを減らさなければならないっていうこと、そしてそこには節約が必要であって、ガソリン車の生産の停止とオリンピックの廃止と万博に関する条約の削除、スポーツ振興法もいらない、それがあるからお金が回ってくる。あとは商業原理で自然と潰れていくと思いますよ。先ほど榊原さんの声で来日もそうするっていう声が聞こえてきてたんですけども、これもだからもう本当の人口の話がありますから、だからもう世界中を飛び回ったってあんまりもうしょうがないぐらいですから。もうオリンピック見たら分かるでしょ、日本人だけで選手団450人っていう数ですよ。やっぱり関係者親族とかもいるでしょ、行く人は監督コーチがいるでしょ、ジャーナリストの人たちとかも行くでしょう。で、富裕層の人たちが見に行くでしょう。そりゃ怒られますって。どんなに拒絶しようとしても、未来の時間軸と現在の時間軸にこう、どうしてもつながる部分がテレビと通してあるから、だから、もう未来の人たちの、そのエネルギーを枯渇してきてる時間軸の人たちからしたら、その怒りは凄まじいと思いますよ。だってそういう人たちが高額所得者だったんですか。なあ、今コンピューターの浅知恵でね、国連は平和っていう声とごめんなさいっていう声が聞こえてきてるんですけど、ごめんなさいの一言しか通じないですよ。その心から謝ってるなっていう、その声を喋ってる言い方でいいんですよ。そこで国連は平和なんか言われたら、あの世の人たちとか未来の人たちからしたら、こいつふざけてるやろしか思わないですよ。で、これはこういうような言い方で言わなかったら伝わらないから、コンピューターの解釈は絶対間違えてる、人間も。
自分は偉くなったつもりになってるんでしょ。だから公務員のいたちの方が間違ってたから、公給を得てたから間違ってたのに。で、人閉じ込めたり強制収容所に、精神病院のことずっと今でもしてるから、強制収容所って精神病院のこと。第二次世界大戦の前、日本そんなものありました？強制収容所なかなか見つからないんですよ。他国のものは見つかっても。ジオストーリーで日本の歴史しましょうよ。強制収容所の歴史、精神病院イコール精神病院ってしっかり書いといて。で、医者が警察官だったものが医者したりしてる話だとか、他国の大統領だったものが白衣着て現れたりだとか、強烈な隠蔽が今でもありますって。なんか君が右とかいうわけのわからない言葉が出てきましたけども、これは改革派ですよ、どう考えても。今までそういうものがあったんですか？強制収容所とか、ヒトラーとかそういうことをしていて、皆さん避難したんでしょ？避難したんでしょ？避難したんだったら同じことしちゃダメじゃないですか。それが日本人の警察官の人たちとか医者とかは分かってないんですよ。自覚は全然ない、そこで働いている勤務者も。で、そういうふうな、あの、身体障害者とか、本当にね、あの、ちゃんとした日本語とか喋れなくて、もう何考えてるか分からない、本当に。そういうふうな人たちを作る薬をあなたたち医療業界が巻いてたんですよ。もう責任問題で、君たちの子孫がそこで働きなさい。で、君たちがまた同じようなものを、いらない薬、必要ない薬を販売したら君たちも捕まって、で、お金しっかり払いなさいよの話にしたいんですよ。な、働いてることは意味ないやろって。けどお前働きよって。だから強制収容してたんだろって。僕の状態、働いているのと同じですから。20年近く生活保護者でありながら、スポーツの勝ち負けずっと取り込まなきゃならない状況で、で、そこには、河川水門回避下回線とかエネルギーの残存量問題の解決を絶対しなければならないっていう、これ、立場逆になってることを皆さんもう気づいたでしょ？国会議員の人たちがしなきゃならないことじゃないですか。公務員とか国家公務員とか、あと行政からお金がたくさん流れてきている人たち。僕なんか生活保護者なのに、ね、東日本大震災の被災者の人たちに、その時働いてなかったですよ。それでも1万円、募金箱に入れましたよ。できるんですから。風呂炊かなかったら、シャワーで体洗ってりゃいいんだから。冬場でも、今年まで一回も風呂炊いてないですよ。冬場ももちろんですよ。そこ根性あるかないかじゃないですか。取り組む意思があるかどうか、あと知識があるかどうかで、あとは蒲田発電とメタンガスの抽出場。メタンガスの抽出場に関しては、食料廃棄物で、実際これぐらいの、食料廃棄物があって、それを運搬してきて、で、発電してますとか、そういう施設があるんですが、その運搬が余計じゃないですか。もう空いてるテナントだらけなんですが、世界上昇しか始まって、めちゃくちゃなお金の使い方してるんですから。建物やたらと建てて、借金だけこさえて、消費税上げて。でしょ？だから、空いてるテナントのところにメタンガス抽出場を作ったらいいって言ってるのに、三井住友銀行の空いてるテナント、神戸市北区藤原台かな、藤原台支店って呼ばれている岡場駅のその裏手にあったところ、証拠を隠蔽するかのようにすぐ建物を解体して逃げたんですよ。もうこちらで写真押さえてますから、当たり前じゃないですか。証拠の隠蔽なんかそう簡単にさせませんよ。あと解体した時点で、そこの解体業者とか、どういうふうなお金の流れで、どういうふうな銀とつながりだったか、三井住友銀行とどういうふうなつながりだったか、もう三井住友銀行は銀とつながってるから。テレビに出てるアナウンサーは、日テレで、出てるじゃない、女性アナウンサー。三井住友銀行に現れてるじゃない。移転した先の藤原大支店に。バレるから。で、まだ髪の毛染めてる人間。何回言われても実力ないのにテレビ出てしまう人たち。
エネルギーの残存量問題としっかりとしたプランまで知ってないと実はダメよって言ってるんです。本物の世界に変えなきゃならないんですよ。本物っていうのは実力の世界なんですよ。あとフェイコの世界なんかいらない。ああ、オリンピック解散させたらいいんですよ。オリンピック委員会の連中とかにね、もう解散命令出したらいいんですよ。でちゃんとみんなの前で証言せえよってテレビ出てって、私たちが知りかしてきてしまったことでしたって、第一次世界大戦、第二次世界大戦のことも、我々の失敗でしたと。で、多分、淡井さんの言った通り、それでタイプの台風来てます、それで被害出てます、これが今までの答えでしたって。もう今年、どんなもんなんですか、本当のニュースの方で、アメリカで竜巻とか発生してます、日本でも、まあ、何回かあるといえばあるんですけども、こう僕はエネルギーの残存量問題、残存量問題ってこう言い続けて、でどこが悪いかっていうところ、人口ずっと減ってるのに、やたらとビル建ててるところとか、そういうことを全部指摘していって、物事正常化してるでしょう。ただし行動が伴ってないから、昨日も、東京都の方のヤクルトスワローズとかが勝って、でそのけ、J リーグの結果も変なんですけども、神奈川県勢ばかりが勝ってる。でしかも今年 J リーグ始まった時、確か神奈川県のチーム2チームまで積極を減らしたのに4チームあったのが、いつの間にか J1 のところだと思うんですけども、もしかして J2 の欄と混ざってたんですかね。欄を分けといてもらわないと。それとか昇格とかありました？ふっていう声が聞こえてきたんですけど、昇格した方が恥、お恥さらしてんの。金の食らいつき方が意地汚い。それ税金や。で、しかもエネルギー消費しと。いつまでサッカーで金稼ぎさせてくれって、そんなまま通そうとしたの。その4チームとも勝ってしまってます。僕は寝転んだだけでね。だから奴隷制度はずっと敷かれてるんですよ、僕に対して。僕が寝転ぼうが何しよう、そいつらが負けたらいいじゃないですか。そいつらがしてきたことなんですから。大阪も同じ。ガンバ大阪もセレッソ大阪もいつまでたっても合併しないから。同じ都道府県、これすぐできる。知事一体何しとんねんの話になります。僕のは先輩よ。世界中の政府上層部と関わってきて、知事じゃなかったとしても同じ同格者の人間は大臣、まあ大臣を基準にして言うと、大臣と同格者は各都道府県知事と、あといろんな会社、大きな会社の社長さんの集まりの会長さんだけ。生活保護者でもとんでもない実力者がいて、その人間じゃなかったら行政の悪いところを指摘して改善ができないんですよ、本当に。だからもう大企業とか天下りとかあるかも、それ無理なんですよ。で僕は公にして法律名とか出して、その人たちを反省させて、やっと物事が進んでいくっていうことなんですよ。数は多すぎる、本当に。一人じゃ絶対無理。だから情報を聞いた人たちが率先してその方法で動いてこれなかったら無理なんですよ。けどもうこれ、世界中の政府上層部にちゃんと伝えておいてくださいよ。日本政府が責任を持って。もう彼の言ってることが多分本当だと。オリンピックは早急に解体するべきだと。国土交通大臣だろうが何だろうが言わなきゃダメですよ。そこで国土交通大臣が万博に関することに加担して、あんたたちが悪いことになるんだから、当たり前じゃない。分かりきってることですよ。高速道路、スタジアム、道の舗装、行政の無駄な工事、全部国土交通省。い
応まあ善意ある裁判官の方の声でコンピューターがね参りましたっていう声で言ってきてくれてるんですけども、それ正々堂々ともう国土交通大臣歴代の人間が生きてる人間でちゃんと謝罪しなきゃダメですよ。テレビに出てきて、テレビのニュースでも扱って、もう多分東京オリンピック開いたからあの大きな代表は来てしまったんだって。けど来てんの関西で、その後もまあけど関東の方にも行きましたっけ。まあ、みんな第一次世界大戦と第二次世界大戦のこと反省して、それでエネルギーの奪い合いで、資源の奪い合いで戦争が始まっていて、で、エネルギーというものは節約しなきゃならないっていうことをしっかりと定義づけなきゃならない。で、昨日も本当は阪神タイガース勝ててないでしょ、あの試合。意図的にこう負けにいってるような形。だからそういうことを行って、余計ややこしいことをしようとしない。本当に。もう審判本当に裁判所に出てこなあかん。明らかにアウトかセーフはっきりしてるのに。もうプロ野球業界がどれだけ悪さをしてきたかっていうのはもうこれ確定してるから、お金の支払いもそうなんですけども、それ阪神タイガースだけじゃなくて12球団全てだから。ワールドベースボールクラシックの件だけじゃなくて、淡井圭介が寝転んだだけで強制労働状態にさせて東京のチームは勝ってるんだから、昨日の結果も。だからそれ関東なの。徳川家康と関東と関西で、あと地方とかいっぱいあります。けどもうこれで分かったでしょ、東京都出身の人間が絶対総理なんてダメなんですよ。東京都が一番悪いことしてきたんですから。エロ業界の総本山も日本でいうと東京、アメリカはどこです？ニューヨークですか？それともワシントンですか？まあどのような歴史があったとか、その売春防止法が何年に出来上がったとか、アメリカで、まあ、そこまでは僕もちょっとよくわからないんで、だけどそれが出来上がってもね、エロ業界みたいなことをね、ハリウッドとかしてきたわけじゃないですか。だからそこは今までの反省があってもう明確化されたから、だからゴジラとキングコングとかになったんですよ。本当にそうですよ。ちょっと今までの歴史をちゃんと検証しなければならないっていうことで、だからファーストマンとかだったんだと思いますよ。まあ、最後まで見ました。最後隔離に入れられていました、アーモンストロング船長。1ヶ月の、月行って表立っては綺麗事言うんですよ、NASA が。全人類にとっての第一歩だとか、もういろんな綺麗事言うんですよ。そこはすごいこと、 まるですごいことをしたかのように、すごいエネルギーの消費の時代の幕開けを行ってしまったんですよ。いや、これだけはっきりと誰が悪いかっていうことを正々堂々と言う人間がいなかったら無理なんですよ。その行動をやめなくなるから。だから睡眠下で SD カードをテレビ局経由で送っていて、で、春山整骨院を使って淡井圭介を精神病院に隠蔽しようとしていた勢力がエネルギーの消費をたくさん行って金稼いでた連中。だから何回も言ってる。この辺のガソリンスタンドの値段おかしい。レギュラーに関して164円は安すぎる。今までそんな値段で売ってきたんだから、逆に220円、230円、240円にしたり、そうすれば他のちょっと離れたところからここに来た淡井圭介に関して嫌がらせしに来る人間も来る気なくすから。で、この辺の人間で淡井圭介に喧嘩を子供の頃から売ってきた連中はものすごくいるんだから。何百人、何千人と。この周り、まあ三田市とかも含めてですよ、神戸市北区とか、まあまあ港川とか養護のところも含めてですけど、まあ三田市もそうですよ。全員が全員とは言いませんよ。真面目な顔してちゃんと淡井圭介
に聞こえる範囲ね、絶対笑わないで真面目な話をしてる人とかね、年上の連中とかに多い。俺たちでもできなかったんだからどうこうとか、二人で歩いて、まだ二人組だ。一人で言う勇気あんのって、名前と住所と電話番号、自分の身分証明書僕に公開して、僕も公開するよ。当たり前じゃない、君たちが喧嘩仕掛けてきたんだから。記録は各個人で保管しておくものや。そうじゃなかったら行政が隠蔽できるから。個人情報を行政と組んで大量の税金回して金稼ぎしてきた連中や、それで富裕層になった連中や、その二人組も整備路着てたよ。で、その二人組、名前なんて言うの？新海地からもう少し東の方に行ったところの JR の神戸駅の地下街のところ。そいつは何回もそれ言いに来よう。裁判所で働いた。もう本当のこと言おう。裁判所が本当はどういうところなのか、世間に公開しよう。大したことない人間が裁判所で働きすぎ、あと法律の世界に入り込みすぎ、大したことない。みんな震えとるわっていう声が聞こえてるんですけど、先に僕は震えさせられてます。何か怖いこと考えたでしょう。また閉じ込めてしまいとか考えたでしょう。まあ一応ある程度の表情で言わなかったら、兵庫県知事のその防衛省の人間か誰かが言ったのか知らないんですけども、僕はね、あの政府のしてることがあんまり今悪行すぎるから机を叩きながら怒って言ったことあるんですよ。それ理由にして隠蔽してるんですよ、精神病院に。ほら引っかかってきたぞと。普通怒りますよ、それ叱られて当然じゃないですか。そんな人間怒ったらダメなんだったら職場で怒ったらダメになりますよ。現場でふざけるやつ出てきたらどうします？僕ホテルマンしてた時に髪型がね、きちっと、整髪料をつけて、まあ、ホテルマンですから、その特に飲食の部分は髪の毛が落ちて料理とかに入るわけにはいかないですから、その結婚式場とかで。だからその整髪料をつけて、その髪の毛をしっかりと固めておかなければならないっていうルールがあるんですけども、それをね、これ髪の毛の長さにもよるんですけども、男は全員オールバックとかわけのわからんことを、ポートピアホテルのね、昔人材派遣会社の受付にいた人間が言っていて、で無理やりそれをしようとしてたんですけども、髪の毛短かったんですよ、今の半分ぐらいですよ。できるわけないじゃないですか。でまあそれで現場に出てるんですけども、だからその人分かってなかったんじゃないですか。髪の毛が料理に落ちたらダメなだけで、それで髪の毛を固めているのであって、オールバックにしなきゃならないかどうかは別問題であると。だからその人も黒い服着てましたよ。だから何か悪いことしてきた人じゃないですか。黒着せられます、悪いことしてきた人は。 GoTo トラベルキャンペーン、あんな形で政府から金回されたら民間人からの怒りとんでもないことになる。それ政府とつながってる企業とかはその件に抑えようから。死因でしょ、昔からだから。次公務員の出張あんまりいらない、することない。逆、自分の地域をしっかりと店じまいさせていくことで、店を開かさないこと、余計にエネルギーが消耗するから。駐車場のあるような店舗を作らせないこと。それでやっと歩いて買い物行きよう。もうみんな歩いて行けるところにスーパーマーケットもともと出来上がってる、ほとんどの地域が。僕も歩いてね、15分なり20分なりかけて片道買い物行ってますよ。だってそれが普通ですもん。
まあけど、その三大節約の部分の、その、オリンピックを解体と、万博も解体と、万博これどこが主張してるんです？僕はずっと日本人でダメだって言ってますよ。で、あと、ガソリン車の生産の停止。一応まあ、僕がいるからどうにかなってるんですよ、防災。で、まだなんか車のね、音が聞こえてきたんですけど、すぐにね、その辺りに。で、警察官が、その撮影者はダメだって言ってた警察官、その警察官、早よ、やめさせた方がいい。防犯カメラでもともと話通っと。もう車の音のドアの音で聞こえたでしょ。わかるでしょ。喧嘩売るような音。うん、聞こえへんで逃げようとしようけども、相手がどう受け止めるかで、そこで住んでる人が。その人にとって鬱陶しかったら鬱陶しい。あとエネルギーの残存量問題や、石油の無駄遣いすんな。こんなとこ来んな。お金稼ぎしてる人間ほど自分が偉くなった気になるから、収入で。違うから、逆だから。ダーティーの金の稼ぎ方の方が多い、この世の中。そうじゃなかったら金持ちになれないの。心の綺麗な人ほど車なんか手出さない。どうしてもっていう人だけ。どうしてもっていうのは勤務上、本当に山奥とかに仕事場があった、とかあって、そこにバスとか交通機関がなかって、もうそれで出勤するしかないっていう人だけ。もともとウルツラパークなんか交通台なんかなかったですから。ある程度、フルーツラパークで勤務し始めて、ある程度の年数の時に、交通台に一回行ったことあるんですけども、もう、家なんかもスカスカですよ。さら地ばっかり。人口ずっと減少してるのに、山ごと切り開いてるおバカさんが日本の政府ですから。エネルギーが消耗するのお構いなしにしてね。で、顔ぶれ見たら大卒ばっかり。テレビでのアナウンサーも大卒ばっかり。で、物事、だから僕本当に子供の頃に教えてもらったんですよ。小学生の頃に。記憶が戻ってきてから、なぜ自分が勉強あんまり頑張らなくなったかっていう本当の理由。一つは、大学なんか行っても無駄だと。してること間違えてるって。大学出た人間ほどダーティーなお金の稼ぎ方してるって、あんまりいろいろ言っても分からへんと思うけどもって、まあその人は言ってくれてたんですけども、まあ、その人、まあまあまあ、その人の件はいいとして、まあ何せ、英語を覚えたら英語を覚えたで海外行かされると。で、海外行ったら行ったで、エネルギーを余分に消耗して、余計に海外に事業を広げようとするから、してることが逆になるっていうことを教えてくれたんですよ。な今まで台風がなぜ発生してたかって、もうこれ、第一次世界大戦と第二次世界大戦で亡くなった人たちからしたら、そりゃそうなりますよ。あんなに資源の奪い合いで、殺されたりとかした市民の人たちも含めてですよ。一般人の人たちも含めて。で、戦場に生かされた人たちとかの怒り、嘆きみ、悲しみ、それと、まあ、あの世からどう考えても見てるっていう部分。輪廻転生とか、ね、そういう言葉をね、たどり着いた人は、本当によく世の中のことを、真摯に向き合って、敬願をお持ちの方だった、だと思いますよ。どうりで髪の毛出てる人間、テレビ出てる人間、髪の毛染めてる人間多いでしょ。ヤンキー化してるんですよ。不良化。まあもう、台風の件に関してはもうこれだけはっきり分かりましたから。まあ。こっちはしっかりと明確にアドバイス言いましたよ。あとは、その社会的地位の高い人たちが、しっかりと
万博の条約消したりとか、今まで何回も言いましたよ。言いましたよ。言いましたけども、その消さなかったのが今の立場にいる人たちの責任のなさですよ。それ、給料返納で償ってくださいよ。それぐらいせんかったらもうみんな何もしなくなるから。だからどれぐらい返納しなきゃならないかわからないですけども、それで車売却しなきゃならない状況まで追い込まれるぐらいがちょうどいいと思いますよ。それで車乗る人少なくなるんですから。想像以上にみんな顔とか名前とか覚えれないですよ。あんまりたくさん。でももうみんな他人事ばっかり。マスクつけようがつけまいがあんまり変わらないと思いますよ。で、あとオリンピックの解体、それもできることです。ガソリン車の生産停止、これもできることです。販売も一部停止でいいんじゃないですか。それまた販売されたら同じですよ。商品、せっかく回収して販売された。電車からバレですよ。早く河川水門開式玉発電とか釜田発電とかメタンガス抽出所を作ること。まだまだ使える建物は絶対解体しちゃダメ。これ建築業界が覚えれなかったらもう基本給からやり直させたらいい。道路局も同じ。中卒初任給と同じ。今ドキドキ感が来たけど、誰余計なこと考えたら。じゃあお前が償いよ。淡井圭介に対して隠蔽工作また仕掛けようとした人間、お前は違法行為やぞ。20億人の命とお前らの給料どちらが上や思うとね。こんな簡単な答えも分からへんのやったら裁判とかに関わろうとすんな。行政に関わろうとすんな。まあ本当のことを言うんだったら結婚ですっていうのはね、まあもともと紀子様がおっしゃってた言葉だったんですが、雅子さんもおっしゃったと思います。成人さんもおっしゃってたと思います。だから本当のことを言いました。けどこれね、道理で天皇陛下は海外にまずなかなか行かないなっていうのが分かったでしょ、首脳会談とかで。絶対言われるからなんですよ。もう天皇家の人たちが実際会っても言ってましたし、ちゃんと公表しても言ってますから、その辺のこと今まで何回か。見てない人は、だから余計な番組が多すぎる。もう二社合併で夜中と明け方の番組なくしたい。報道番組なんか余計な連中ばっかり出とんねんから。髪の毛染めてるだけですぐ分かるんだから。ああ、余計な人間だって。仕事するだけの価値のない人間は働きに来てるって。どうせまだ嘘で金稼ぎするんだから。以上です。しっかりと本当の話はしました。あとは、オリンピック開催するかどうかは、各その責任者の人たちが一番責任重要な問題ですよ。万博に関しても、ガソリン車に関しても。まあ、電気自動車はもう、あんまり今、一旦今はもう生産しなくていいと思いますよ。止めておいて、もうそれだけでエネルギーの消費量、電力の消費量全然違いますから、びっくりしますよ。日本でも実証出てますから、ゴールデンウィーク愛知県のとある市なんですけど、ちょっとどこの市か名称忘れたんですけども、ゴールデンウィークの間、全電力の 86% ぐらいを自然再生可能エネルギーで賄えてるんですよ。すでに工場止めてるからなんですよ。こんなに簡単なことだったんですよ。けどそれが今できてないんです。以上です。